ミルク&ストロベリーの婚約指輪ラ・トリニーテをご紹介いたします。ハートマークのモチーフを施した可愛らしい婚約指輪です。それでは試着してみましょう。細身の婚約指輪ですね。はい、もう可愛いハートが2つ、あ、こっちとこっち側にも本当ですね。もうキュートと言ったらこのデザインみたいな感じですかね。はい、これは透かしのデザインなんでしょうか。そうですね、このハートの部分が透かしになっているので結構可愛らしいデザインではあるんですけど、意外と軽やかでつけやすいデザインだと思います。はい、意外とここまで可愛いって感じのデザインってなくないですか。うん、確かにこんなにハートを可愛らしく表現しているのもなかなかないですよね。そうなんですよね。なのでこれを探してたみたいなお客様も多いんじゃないかなと思います。はい、では詳しくデザインを見ていきましょうか。はい、はい、ズームにしてみました。かわいいです ね、 ね、ハートが本当にしっかりわかりますね。はい、横のクルーンがかわいい。本当だ、クルーン、これがなんかあることによってなんかデザイン性が出てるんですかね。うん、そうですよね。それにこの真ん中の小石がふわっと、はい、なんか大きく見えるような感じがするんです。はい。あ、これってもしかして横から見たらちょっと可愛いですか？ちょっと可愛いですか？可愛いデザインだったりしますか？もしかしたらそうかもしれないですね。はい、では指輪を立ててご覧いただいております。先ほどのダイヤモンドを支えている部分ですが、はい、なんか見るうちの台座が見えますね。うんうん、これは王冠とかですか？ぽいです、ぽいです、うんうん、なんか結構高さありますもんね、真ん中のダイヤモンド、うん、そうですね、一つぴょこっと頭が出ているような感じになりますので、まあ、ハートがすごく主張するっていうよりも、このダイヤモンドをしっかりと共通してくれるようなデザインに仕上がっていると思います。そういう意味ではすごい婚約指輪らしいデザインですよね。うん、本当にそうですよね。デザイン性だけではなくて婚約指輪らしさもあって非常に上品だと思います。はい、ラ・トリニーテは新婚の頃を思い出させてくれるような可愛らしいデザインです。